を務めるというところであります。いや、ああ大きな拍手をお願いします。さあ、会場からもね、今日もたくさんのお客様が詰めかけていますが、拍手が沸き起こっています。さあ、最初のサーブ、セッターにしっかりと返る、そして速攻、うん、ここは拾っている。うん、ここは吸い込んでいきました。登録メンバーにも選ばれました、内定選手。さあ、ここは上がっている、レフトからドルーズが決めていく。フェイントよく見ていました。身長185センチ。ちょっとここは、さあ、これで3点連続で NEC が取っていますが、ライトからコクラム、これはどうか、アウトか。うーん、ワンタッチはないという判定ですか。ここは吸い込んでいく。いや、ようやくまずはポイントをここを狙っていく。ドルーズ、いやー、ここもギリギリを狙っていきました、しっかりと。さあ、今度は強烈なサーブですが、レフトから、ああ、ここは吸い込んだ。先攻校、青山学院大学を経て、この黒部に入団していますが、と、どうか、あ、ここも拾っている、そしてドルーズ、さあ、ここはラリーになる。うん、ブロッカー、チャラポーン。いやー、序盤から NEC はなんとか、ライトからコクラム、いやー、これも拾っている。いや、非常に堅い守備、そしておっと、右手で流し込んでいきましたが、こんなチャンスになる、バックアタック、あーっと、うん、ただ序盤はいい形ではね、なかなかアタック打てていません。さあ、 NEC のサーブが続きます。木之江です。タイムアウト明け、ここはセッターに帰る、トラップブロック、今度はドルス。さあ、木之江のサーブ落ちる、ここは果敢にブロックアウト。コクラムのサーブ、高く上がって、アチャラポーン、いやー、高さがあります。アチャラポーンはこちらもタイの選手です。身長が77センチ。さあ、ドルーズが下がって、サーバー押し込むが、ブロックに当たって戻っている。アンダーで上げて、うっと、どうか、いやー、ここはサーバー、長いサーブ、レフトからアチャラポーン、うん、ブロックアウト、うん、このあたりはしっかりと相手を見てうまくかわしていく、そういったアタックになりました。11対4となりました。先に12点いくとテクニカルタイムアウトになります。まあ、身長180センチのアチャラポーン。さあ、バックアタック、これはブロックです。山口が決めていきました。おっと、サーブレシーブ乱れたところ、どうか、ブロックは決まった。さあ、ここから反撃、うん、ここはコーナーを狙うからね。さあ、試合再開、梅津、うん、プレーヤーブロックアウト、そしてこの喜びを。さあ、バックからこれはうまく合いませんでした、アウト。さあ、うんと、どうか、今日はスタメンセッター安田、その安田が上げる、アンダーになる、ここは返すだけ、レフトから、おっと、これは大きくなりました。3対9、オメジのサーブ、やっぱしっかりセッターに返る、そして速攻、あ、上がっている、よく上げた。しかし、チャンスボール、ライトからドルーズ、うわ、これはアウトです。では、フルサイテ、ドルーズ、いやー、これも拾っている、もう一度
速攻、いやこれは早かった。強烈なサーブがサービスエース、佐藤よしの内定選手。わあ、ここはしかし上がった。いやここもつないでいる、その佐藤が打っていくが、これはアウトです。アチャラポン、ここもこうなんかね、思い切り打たないでしっかりとこう相手 この動きを見てこう入れてきた。ちょっと乱れているが打てるか、隅田フェイントになる。アチャラポンが打っていく、おっとちょっと重なったが大丈夫か。いやーここも返すだけになった。おーっと拾っている。いやーここも長いラリーになります。さあこれはつなげるか。いやーリしっかりと返って速攻、おーっとつないだつないだ、もう一度バックアタック。いやーこれも拾っている。そしてアチャラポーンですが、これはワンタッチあったか。さあここも少し乱れたが、ナイトからコクラム、いやもう一度打てるか。さあチャンスになる、アンダーで上げて打っていくが、隅田バックアタック、いやこれもつないだ。ナイトからコクラム、いや長いラリー、この辺りも速攻ですが、タッチネットがあったか。もう一度もうしっかりセッターに帰ってコクラム、これもブロックに当てている。そしてドルーズ上がった。ここも跳ね返す。いや NEC も本当に、ね、跳ね返していきますが、ここは決まった。強烈ストレートが決まりました。おっとネットイン、あちらほーん、いやー叩きつけて、さあサーブ入れてくる、フェイント、ここ決まる。こうセッター、やはりこのリーグ戦では出場ということになりました。ブロード、さあ22対13、バックアタック、コクラム決め、さあ14点入りました。佐藤、いやここで佐藤が決めていく。ああ伸びるサーブ、梅津、流れをまずは掴んでというところではあります。さあどこを使うか、ライトから、広田が決めていきました。そこもう一度コクラム、いやこれはいい形になりました。クロスに決めていきました。さあこれでアンダーで上げる佐藤、ここも打ち切った。第1セットを取ったのは NEC、 安田のサーブ、ここもしっかりセッターに返っている。そしてレフトから佐藤、これでアタックポイント4点目です。ここは対して速攻ですが、いやこれもつないでいる。さあ打っていく、連続ポイント重ねていっていましたが、いやここはセッターに帰ったが、ただここはバックアタック、お佐藤のバックアタック、サーブも強烈ですよね。ただここはコーナーを狙いましたがアウトです。梅津のサーブ、さあここ長くなって押し込む、さあ連続ポイント、拾っている。ライトからコクラム、いやこれも拾った。ドルーズ、そして今度は速攻、
いやこれもブロックに当たってますね。そしてアチャラポン、あ帰ってきた。もう一度アチャラポンブロック、これは決まった。今のはコクラ、いやここは強烈なサーブですが、アチャラポン、いや強烈なスパイクが決まっています。強烈な布陣 NEC、 いやここはブロックアウト、山口1点差。ここはネットインですが対応している。いやーここでブロードを使ってきました。ちょっと乱れたが2で返すが、うん、ここもつないでいる。アンダーで上げて、クロス、いやーこの鋭角に、この佐藤です。いやここはよく打ちました。最後は対空入れました。おー、そしてインサービスです。さあもう一度、今度落としたが、青の身長181センチあります。おお、フェイント、スライダー、バーッと返らず、今シーズンねリーグで選ばれています。うん、ここはネットにかけましたが、まあ、この NEC で2020年から22年まで NEC でプレーをしていました安田。おっとここは佐藤、そしてここはなんとか拾う、そして打ち込んでいくが、アチャラポン、あっと左手で押し込んでいきました。これがポイントになります。177センチ佐藤、いやここも僕ね、セッターに帰っているんですがね、これも同じように左手で押し込むが、これは繋いでいる。そしてコクラム、あブロック高さがあります。ガッツポ、いやここもしっかり拾っている。そして梅津、いさあどこを使う、アチャラポン、まあ、決めていきました。一瞬にしてサイドアウトです。さあ前高いですね。ドルーズがいて、アチャラポーンがいて、野島がいる。そしてさ、あっとサービスエース、いや今ね伸びていっ、なんとか拾う、速攻ですがタイミング合いませんでした。そしてドルーズ、さあこれは入りましたが、おおバックアタックを狙いましたが、ここはね乱れました。いやコーナーリーになる、浮島決める。いや突如の中村がサーバー、ドルーズ、うーんブロックは1枚飛んで、第1セットと同じように動いてきました。さあつなぐ、大工園が上げてライトから、うーんつなぐことはできませんでした。まずはあのサーブです。うーんここはフェイント、さあ浮島のサーブ、これは強烈。金沢が上げる、ライトから打っていく、おお大工園アンダーで上げて、さあ拾っている山口、いやーここも拾う。さあラリーになるが、押し込むがどっちに出る、返すだけ。さあチャンスになる、打っていく、どうか、いやいやこれもつないだ、すごいラリー、バックアタック、とこれは大きいか。リフサーバーです。うん、これもブロックに当たっている、長くなったが、うん、ここは押し込んだ安田、隅田のサーブ。さあここも乱れている、佐藤返すだけ、あっとしかし長くなってしまった。押し込んで、おっとワンタッチありか、あです。お強烈、うん、ワンタッチありです、うん、
長いサーブどうかレフトから思い切り打っていく佐藤第13、うん、ネットインだアンダーで上げるいや大工ゾロ今日は再三拾っていますがこちらも拾ういやお互いリベロが拾い合っている、最後は佐藤が決め塚田のサーブですバックから浮島ですがいやこれも拾っているそしてドルーズいやここも見ていますねいや完全に NEC のペースここもネットインだ梅津よーここ押し込みました梅津ついてドルーズいやー今のは高さもありおっとネットインだいやー今日さあ腰のげるか速攻、うん、決めていく中村上がっている打てるかいや手が出てくるあなんとか返したしかしチャンスボールは NEC バックアタックを使う決まった佐藤のバックアタックで今シーズンのリーグのベスト6にも選ばれた塚田さあそこを山口まずは梅津のサーブです高く上がるそしてライトから打っていきますが広田さあ浮島フェイント連続ポイントさあ山田や中が今日はねベンチに入っていませんそれと並んで佐藤も代表登録メンバーうーんとブロックだ木の枝かガッツポーズが出ましたサーブ攻撃になっているフェイントずーっとつなげるか返せるか焦ったにしっかり返って速攻今度は広田おお広田 5% の決定率がありますあ浮島あ浮島この前は久光でプレーをしてきましたうんブロックアウトあちらポーンさあここは第3セットはサイドアウトが続いていますうんブロード決めるつか次のサーブから今度同じようにブロード決めてくる野島さあチャルポンのサーブさあこれ返ってきたアンダーで上げます打てるか梅津打っていくがこれはつないでいる NEC そしてバックアタックうんとタッチネットがあったかさあ NEC の連続ポイントになりましたやったチャラポンうわっとそしてここでサービスですああ揺れているこのサーブですさあ8対5、まあ、ここでまたリードを広げてくる梅津ここもブロックに当てているそして佐藤うんワンタッチありさあチャラポンのサーブが続くブロードあとちょっと味方同士ぶつかったがこれ上がっているそして佐藤つないでよーっとガッツポーズ梅津ネットに当たったが入っているあこれはアウトかワンタッチありませんさあサーブが続くとバックアタック飛んできました今日はね初めてのバックアタックが広田おかなり
大きくなってしまいました野島のサーブです。タイムアウト、速攻、山口入れた。ああ今度は NEC、 おー速攻、よー上げた上げた、与田が上げて、そして浮島ですが、うん、乱れたが隅田、こちらポン、さあ繋いだ、うーっとブロック、対10、いやーこれも強烈なサーブ、サービスです。ここは食い止めなければというところですが、いやーこれも乱している。打てるか、これにチャンスになる。さあここを拾って上げている、もう一度浮島、あっとどうだ、ブロックはアウトか。さあ14対11、速攻、いやー今のは早かったですね。さあ浮島を使う、あここはブロックアウトを狙い、浮島のサーブ、ジャンプサーブ、大工ゾーンを拾っている、アチャラポン、さあここも拾った、うんっとブロックですが、もう一度、ここは8ネットがあったか、ここは出ている隅田、さあチャンスになる、ロード、ここは強く打ってきました。それでは隅田に変えて福本、さあ佐藤、佐藤麗華、これをブレイクできるか、ノックアウト、ここで1対15、バックアタック、岸田よく見ていた、フェイント、今日は隅田の7本、そしてこの浮島の7本、さあここもチャンスになる、梅津決めた、あーおっとアウトです。ここはサーブミスとなりました。ここでおお、ブロックに当たらずね、 NEC、 さあどこを使うか、速攻で来る、これも1回で返ってくる、浮島、ここフェイント読んでいた、そしてライトから広田、さあ拾えるかというところですが、さあ人から佐藤ですが、ここはブロックに当たっている、そして押し込むが、これは読んでいる、そして浮島ブロックに当てる、佐藤、いやー、決めました。さあここはサイドアウトとできるか、梅津、ここも拾っている、佐藤が打っていく、決める、いやーこの入り、浮島、いやこれも拾っている、ただここは返すだけです。さあチャンスになる、梅津、ブロックアウト、さあここで黒部サイドアウト、さあライトから広田、これは大きい、さあさあどこを使う、ライトから広田、さあこれも拾って、打っていくか、これはブロックだ、さあ帰ってきた、今度は NEC のチャンス、ブロックアウト、伊藤の強力なサーブがある、乱れた、いやここは返すだけ、さあ NEC チャンスボール、木の絵決まった、最後は木の絵が決めて25対21、第3セットも奪った NEC、 ご覧のように
セットカウント3対0で NEC